この人は何を言ってるのマジで。ジュニちゃん。やってきまーす。意外とうまくないか。こんにちは。ジュニアさんにバロラントの動画を送りました。その1個目が出たらしいので、それをちょっと見ていこうかなと思っております。はい、というわけで、今日はツタンミさん、プラチナ1のキルジョイの方から送っていただきました。動画ありがとうございます。はい、ありがとうございます。送らせていただきました。オムライス。送った動画はね、100% のプレイができたと思った。教えてほしいところ。バカゲームが浅いので現地で何を増やしたか分からない。プラチナの小学ゲームです。ですね、これ。まあこれはマジでなるほど人気やつ、ドンドシンクフィールというか考えたら負けですねこれ。まあなるほどっていう時になるほど人気やつっていうと、まあすごい深くなるというか深みが増すって感じですね。一応対応はこれ分からんワンドクです、ね。どういうの？本当この人意味わかんねえな。本当にこの人意味わからん。挨拶がいいですね。プラス20ポイント。どんどんポイント上がっていくよ。すごい集中している。なんだピストランドの重要性を完全理解してますね、これは。ここで勝負つきますから、ピストランドで。当たり前でしょうか、バロラントプレイヤーの端くれですよ、私は。めっちゃ多い、めっちゃ多い。うみゃ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 。まだ、落ち着け。いや、これ俺すごいな。うるせえじゃねえ、なんだっけ。あ、元気いいですね。元気の良さは感謝します。ちょっと一回動画撮りますね。こちらのファーストランドですけども、うん、まあこれはもう99点ですかね。99点、もう100点でしょうかね。これはもうね、全てが強いです。ちなみにやってること自体が、まずこのポジションで初手褒めなんだけど、情報をたくさん手に入れて、 B のアラームボットの位置も変えたなというか、今ちょっとチラッと見たけど、やってんなこれ。これキルジョイやってんな。ナイスポジティブ。あれ、なんか俺ちょっとこんな方向性なの。キルジョイやって気持ちいいんだけど、あれ？一回引いて、リクするタイミング見失って、ブルポカット1、エム置いてる位置結構やべえぞ。あ、ここやばいんだ。これ大丈夫？画面動いてるこれ。おっと。大丈夫ですか？動いてますか？大丈夫ですか？動いてますか？これ俺よくあるよね。俺よくあるわ。もう覚えてねえや、自分がどんなプレイしたか。なるほど、ニャンキャットですねこれ。はいはい。うわー、ここでタレットです。あ、面白い。やってんなこれ。おお、本当にプレイチャンスかこれ。おお、これどっちの意味、どっちの意味。その位置で解除するのやべえって。あ、これどっちの意味だ、はい、これどっちだ、これどっちだ。はい、一旦止めます。わかりました、もうしょうがない。今日は技教えます。これだけいいプレイを見せてもらったので、本当は教えたくない技教えます。もうしょうがない。引き出したね、スタミジャパンのプレイが。今日はもう本当は教えたくないですけど、秘技を、そこは本当は教えたくないですけど。何回言うねん。俺たち消されるの。いやー、すげえ、ね、できるか。これ極めないといけない。これ今日はね、これだけ覚えて帰ってください。スタミジャパンさん、他の人は記憶消します。赤い光見てもろて、これやったらおそらくこれね、ぶち殺せました。ぶち殺せるじゃない、ぶち倒せました。ピー、これは賛否両論あるけど、これ勇気で筋肉が凝り固まるんで、これ動かした方がいいです。ちなみに主にエイム筋の話してる。やっぱり日本のトップチームが言ってんだよ。凝り固まるんで、これ動かした方がいいです。これちなみに主にやっぱ M 筋は存在した、ね、新潟大学のスポーツ学科の研究論文によると、手動かさないと筋肉が見といた時に M ちょっと練習しといた方がいいです。こうやって5秒に1回とか1回ちょっとね動かす。マジこれ、これ事故が起きそう。これ中火続けタクティクスって、俺事故言いそうなんだけど。これこうガンを消してる時にこうずっと置いてるとこれ筋肉凝り固まるんですよ。ここで10秒とか20秒とかこうやって置いていくと、これマジ、だから5秒に1回こう事故言いそう。いや俺これ事故るって。ソルダムやってるよ、マジか。この後正直ね、俺プラチナ1レベルなプレイじゃないと思うんですけどね、正直。これまあイモニかな、これは。イモニのプレイがスタンビジャパンから出たらしい。これ何かっていうと、これタレット置けるやつがと世界にどんくらいいるかって話です。なるほどね、世界に限られてんだよな。ここでタレット置けるやつ、タレット置かないやつもいいんだけど、タレット置けるなっていう判断ですよね。こっから撃たれてるから、うん、右側から撃たれてるから、タレット置くのにまあ 1.5 秒
タレ設置に使って、相手が仮に走っていたとしても 2.5 秒かかるから、1秒間猶予あるからタレット置けるよねみたいな、敵の距離と計算して、これがめちゃくちゃ近かったらタレット置いてる間にやられるから意味ないんだけど、撃たれた瞬間に敵の距離、敵がもし走ってきたら考えてスキルを使える。これ他のキャラでも同じで、敵の距離見て相手がもし仮に走ってきたとしても全然スキル入れるの間に合うよねっていう、そうだよな、タイミングを見極められる上で、だよね、また状況でこれが出せるか出せねえか、出せるかっていうのを計算しないと。これはリスペクト、おと何言った？早口すぎてわからんかった。ジュニアッピの。多分そこまで考えないと思います。スコアリスペクト。そういうわけで。次いきます。これ俺あとこれ4本も見れんの？俺この動画あと4本も見れんの？幸せすぎない？これ5分の1なんだけど。おいマジか。おい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 。気持ちいい。それでは行きましょう。ジュニアさんよろしくお願いします。元気がいいですね。プラス1、プラス10ポイント。じゃあ筋肉凝り固まるからちょっと動かして。はいよ、ちょっと動かしてる。まあオファングルっちゃオファングルですけど、凝り固まるから動かして、動かして。今筋肉凝ってますね。凝ってますねこれ。じゃあウルト置いて。そうだったね、確か前回。そっか、手が凝り固まるから定期的に手を動かせっていう話だったね。あ、なるほど。からのからのやべえってそれ。あー、リコイルかピスタチオ。はいはい、なるほど、ニャンキャッツですね。これね、これはアドバイスをいただきたい。なるほど、ニャンキャッツですね。まあこれロックダウンを使わなかったのは、設置されてからロックダウンを使いたかったということですね。一般的には B ロックダウンの利点ここに あ、そうなの？ここに置くかっていうと、おそらく選択。あー、なるほどね。ここ壁抜けてぶっ壊されたら、ここを頑張って死守しないといけない。これだけ覚えて帰ってください。あ、これ、これでかいね。これ報告しすぎや。スタンビさん、ピピー一旦止めます。これね、ダメです。動画の音だけで。まだダブルドアでこうやって報告してるじゃん。これプッシュトゥートークでやってますよね、多分これ。そうね。これね、報告しすぎですね、いわゆる。プッシュトゥートークで、こうやって報告してるときに。また言われた！また言われたんだけど！俺かなり減らしたんだけどな、ボイスチャット。おい、マジかよ！プッシュトゥートークすると、他の操作おろそかになるんですよ。そりゃそうだ。そうなんだよな。自分のリソース使って報告する価値と、その天秤考えたときに、これ報告しすぎです、これ。俺絶対ここちなみに報告しないじゃん。こういうなんかね、切羽詰まった状況で、報告優先して、自分の動きが弱くなるのは、マジで良くないんで。これマジでいよいよ喋らんくなるぞ。エコでゴースト買う？なんかヘッドショットライン低いよね。まあエコだからいいのかな。なんかでも、なんか結構特殊なタイプですね、これ。ヘッドショットラインキープしてないのに、ヘッドショットにはしてる意識があるっていう。私が今まで見てきた患者の中で得意な例です、ね。あ、そうなの。へぇー。何がだろう。なるほどね、キャッツ。逆に得意じゃない人たちはどういうことなんだろう。さあ、なるほど、ニャンキャッツカーニバルいけるか。この人の動画もう笑わないで見るの無理でしょ。初めて聞いた。俺この人の動画ほぼ網羅してるけど、いけるか。なるほど、カーニバル。あー、これは分からん。ワンドクカーニバルですね。なるほど、ニャンキャッツカーニバルってのはエースするとやつですね。エースすると分からん。分からん。ニャンキャッツカーニバルになるんだ。ガンダムみたいな服についてどう思いますか。あー、これおしゃれでいいですよね。プラス15ポイント。なんで味変味変何ポイントもらったっけ。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。これ一回 A いきます。味変ですか。プラス20ポイント。味変で20でガンダムの服着てて15もらえた。おしゃれでいいですよね。プラス15ポイント。マイナスポイント教えてくれ。ビーズになる。この報告は全然 OK。 落ち着いてるシチュエーションだから報告は。A ロングのレイナが死んで、それやべえって。わった。あー、ピー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 、あー、わった。あー、ピー、なんで。これだってレイナが A ロングにいて、キルジョイのスキルの意味がなくなっちゃってる。まあそうよな。その通り、レイナが A ロングやられちゃって、人間の体が前にいたらロボットたち置き去りですよねっていう話。これはなんで前いっちゃったんだろうな。いや、これよかった。俺多分今後
焦りというか俺これが正解だと思ってるわ。味方を利用するということですね。このレイナが勝手に死んだことによって相手視点 A にキルジョイいないと思う。なんでかっていうと、そもそも一般的な常識があれば A にキルジョイがいる時点で A2 で守んなくていいし、なんなら死ななくていいんですよね。このレイナの人の話してます今。俺にも飛んできてんな。相手の A サイトのもう一人はキルジョイじゃないだろうと思うんですよ。だからまさかのこの A キルジョイはすごいサプライズになるんですよね。これ相手がすごい常識的に考えるとそうなるんですよ。さすがにどんなアホでも P あのアホでも A にキルジョイいるときに自分一人で勝手に顔出して勝手に一人死ぬとかいうクソプレイしないよな P って考えるんで相手。だからこれキルジョイずっと隠しておけば隠しておくほどすごいサプライズになるんですよ。これ美味しい状況ではいいシチュエーションであるのに俺がそれを封印しちゃったんだね。まず自分のプレイに集中すれば OK です。これはパスタですか、ね、あーバレたか。あー俺はもうナイストライっていう準備しといた方がいいな。残り HP11、 残り HP11、 ナイストライの準備、久々ナイストライの準備や。ナイフ振ったら音出んだろ、音出ただろっていうか今足音割った。えそうなの、え、そうなの？俺これリスナーの嘘かと思ってた。またリスナー干されてるわと思ってたわ。俺もうこれ本当に？あっぶんねー。俺と同じ心の叫び、ありがとうございます。知らなかったです。これは俺きついって、さすがのスタンミジャパンでは。さすがのスタンミ寄ったところは、ああ体熱い。スタンミジャパンの愛情表現、なんか説得力がないじゃん、お前らに対する。好きって言ってもお前らに伝わんないでしょ。お前らに付き合うか先生見てて、お前らに好きを表現する。耐えれない、耐えれないよ、耐えれない。あー俺配信でこんな恥ずかしい思いすんの初めてかもしれない。見ててよ。何をしてんの俺。これなんでこれ撃ってんの。これがお前らの好き。かゆかゆまたかゆい、マジでマジでかゆい、うわうわかゆい。お前らお前らの好きが今の。酒飲んだ時のスタミジャパンきつすぎる、マジだ。 OK、 スカ2いると思う。もう一人ジェットいる。惜しい、ペット当たってる。それナイス、それあれ。どうだった激動よ。もう一人ジェットいる。マジゲーム続いてる顔してる。激動よ。こんなになってんだ俺。一挙回数っていうことで、うん、お W 聞かね。ここよ、ここよ。弱きそうになってんのけど、上。あ、ああ、ああ！だからキーボードのキーなかったのか。俺探してたんだよ。キーボードのこことこことここのキーないの。今判明したわ。俺かこれ犯人。どこ行ったの？ずっと探してたんだけど結局ないからね。何これ。最後に見てくれ。
絶対。ああ、涙出る、マジで。